エドガル・エンリケ・レンテリア・エラソは、コロンビア・アトランティコ県バランキージャ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1992年にフロリダ・マーリンズへ入団した。1996年5月10日、メジャーデビューを果たし、コロンビア人として史上4人目のメジャーリーガーとなった。6月までの打率は248だったが、7月の オールスターゲーム以降は打率334を記録し7月25日から8月16日にかけて球団記録を更新する22試合連続アンダーを記録した。また新人選手としては1989年の30試合連続アンダーを記録したジェローム・ボルトン以来の長さだった。新人王の投票では取ったホランズワースに次ぐ2位に終わった。 1997年、154試合に出場し、リーグ2位の143単打、リーグ1位の19個の犠牲バントを記録し、守備では遊撃手として、リーグ1位の242視察を記録した。この年のプレイオフ初戦となるジャイアンツ戦では、1から1で迎えた9回裏にし万塁の場面で、12、塁冠を破る、サヨナラヒットを打っている。この勢いそのままに、 チームはワールドシリーズに出場するが、レンテリア本人はコロンビア人として初めてのワールドシリーズに出場した選手となった。シリーズはインディアンスを相手に第7戦までも連れ込み、2から2で迎えた延長を11回裏に四万塁の場面でチャールズ・ナギーからセンター前に優勝を決めるサヨナラヒットを打った。このようにポストシーズン初戦と最終戦でサヨナラヒットを放っており、 勝負強さを印象づけることとなった。ちなみに、1997年は、レギュラーシーズンでも4本のサヨナラヒットを放っている。1998年7月7日、コロンビア人として初めてオールスターゲームに出場した。この年リーグ4位の41盗塁を記録したが、リーグ最多の22盗塁死した。1998年12月14日に、 ブレーデン・ルーパー、パブロ・オズーナとのトレードでセントルイス・カージナルスへ移籍した。1999年は154試合に出場し、打率275自己最多となる11本類が63打点を記録した。2000年には16本類が76打点と自己最多を更新し、シルバースラッガー賞を初めて受賞した。2001年、 打率ズ。260自己ワーストとなったが、2002年、遊撃手としてリーグ1位の打率ズ。305、83打点を記録し、2回目のシルバースラッガー賞を受賞し、初めてゴールドグラブ賞を受賞した。MVP の投票では20位に入った。ブレーブス時代2003年はリーグ4位の打率ズ。330を記録し、194アンダー、47。 二1 0百打点は、遊撃手としての球団記録となった。また、球団史上初めてとなる2年連続で、シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を受賞した。2004年には2度目のワールドシリーズ出場を果たすが、レッドソックスに4連敗を喫してしまう。しかも第4戦の最後のバッターとなった。ワールドシリーズで2回も、最後のバッターになったのは、史上3人目だった。 2004年オフにフリーエージェントでボストンレッドソックスへ4年総額4000万ドルで移籍した。レッドソックスでは公主に制裁を書き30失策と2005年の MLB 全体で最も多く8年ぶりに三振数が100を上回り7年ぶりの一桁本類だと不振に終わった。2005年オフにアンディ・マルテとの交換トレードという半ば放出の形で ラファエル・ファーカルの後釜としてアトランタ・ブレーブスへ移籍した。2006年は4月16日から4月27日にかけてサロク骨を痛め欠場したが、開幕から5月9日にかけて23試合連続アンナを記録した。開幕からの記録ではフェリペ・アルーの16試合連続の球団記録を更新し、1976年にロンルフロアが 記録した30試合連続に次ぐメジャー歴代2位になった。また、前年の最終戦でアンダーを記録しており、2年越しの24試合連続アンダーは自己最長記録となった。オールスターゲームに2年ぶりに選出され、守備では、失策を13まで減らした。タイガース時代2007年は、右足首の捻挫によって2回故障者リスト入りし、その間に30試合を欠場し、 出場試合数はデビュー年以来の少なさとなったが、8月以外の月はすべて3割以上の打率を記録し、自己最高の打率、332を記録した。2007年10月28日に JR ジャージェンス、投手とゴーキースヘルナンデス外野手プラスキンセントのトレードでデトロイトタイガースへ移籍した。2008年は遊劇手のカルロスギーエンが一塁に転向され、 レンテリアが遊撃を守ることになった。しかし開幕から、打撃不振に陥り、自慢の守備でも簡慢な動きを見せ、1000万ドルのオプションを破棄され、FA となった。2008年12月4日、声優劇手のオマー・ビスケルが対談した、サンフランシスコジャイアンツと2年総額1850万ドルで契約した。2009年はかつてない不振に陥り、 デビュー以来最低の成績に終わった。2010年は序盤こそ打撃好調だったが、相次ぐ故障で72試合の出場に終わり、9月には今季限りでの引退を考えていることを明かした。ポストシーズンには遊撃のレギュラーとして出場。テキサスレンジャーズとのワールドシリーズでは、第5戦にクリフリーから決勝の3ランホームランを放つなど、打率412の活躍で、 ジャイアンツの56年ぶり世界一に貢献し、ワールドシリーズ MVP に選ばれた。異なる2度以上のワールドシリーズ優勝決定試合で決勝打を放った選手は、これまでに、ルー・ゲイリュック、ジョー・ディ・マジオ、ヨギベラの3人しかおらず、レンテリアが史上4人目となった。2011年は、シンシナ・ティレッツでプレーした。オフに対談した。2012年は、 一年間どのチームでもプレーしなかった。また11月には第3回 WBC 予選のコロンビア代表に選出された。2013年3月22日に現役引退を表明した。ありがとうございます。